ナルボンヌはフランス南西部スペイン国境近くの都市。モンペリエからバルセロナ方面の国際列車が停車する街で、プロバンスからトゥールーズ、カルカソンヌやボルドーに向かう時の起点となる街。起源前の昔から古代ローマの有力な都市の一つとして重要な役割を持っており、当時のナルボンヌ付近には野生のブドウが自生していたため、大役軍人たちがワインを生産して、 生計を立てていた。そのためワイン生産の歴史は古く、2006年までミレジムビオという欧州最大のオーガニックワインの展示会が開催されていた。ナルボンヌの歴史は、紀元前118年に、共和制ローマの執政官を務めたクイントス・マルキウス・レックスが建設した、植民地コロニア・ナルボ・マルティウスから始まった。グナイウス・ドミティウス・アヘノバルブスは、ローマの植民地の基盤として、 プロバンスからヒスパニアへかけて続くローマ街道の建設を始めた。この道は彼の名前をとってドミティア街道と名付けられた。ナルボンヌはイタリア半島とヒスパニアを結ぶドミティア街道とアックイタニア街道がつながったところに位置したため地理的に非常に重要な交差点にあった。ガイウス・ユリウス・カイサル派とグナイウス・ポンペイウスらの言動インパとの内戦に際してマッシリアが 元老院派に組みしてカイサル派へ戦闘を起こした間、カイサルはナルボンヌにベテランの軍人たちを定住させ、その港を開発しようとした。政治的にナルボンヌはマッシリアへの共闘歩としての重要性を得た。後に、地中海沿いのガリア南部地区はガリアナルボネンシスという名前を付けられ、ナルボンヌはその首都とされ、ローマの強力な管理のもと、都市は経済的に発展していった。 12世紀には、ナルボンヌの宮廷は、宮廷風霊なの精神が持たれた文化的な、中心地の一つを担う。11、12世紀には、ナルボンヌは重要な、ユダヤ人の聖書解釈学の本拠地となり、それは、サルファティートとシュアディートの普及と発達に、重要な役割を果たした。14世紀に入るとナルボンヌは、様々な理由のために衰退していく。原因の一つは、 オード川の変化により、オード川が氾濫し、川底の泥によって、船の航行が困難になってしまったこと。また時間とともにオード川の流れは沈殿物の影響で変動し、また地中海の海面が少し上昇したことで、沈泥で川の流れが断たれたために、ナルボンヌが海港としての役割を果たすことは難しくなってしまう。16世紀に入ると、 ナルボンヌの人々は貿易ルートを確保するためにロビーヌ運河建設という大規模な工事に取り掛かった。ロビーヌ運河は1787年にミディウン河、次にロイヤル運河へ接続された。19世紀にはフランスの南部の運河系は拡大する鉄道網との競争に入ったが栄えるワイン取引のために若干の重要性をほつった。それゆえに ローマ時代からの低下にもかかわらず、ナルボンネは、なんとか、取引ルートとして、より限られた重要性にしがみつくことができた。ありがとうございます。